はい、今日も妻腰痛のため、やはり治療をしています。当院では退屈してもらわないように iPad の貸し出しもこのように行っております。こんにちは、りょうたです。こんにちは、てりです。いつも高評価ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は病院に行くんですけど、婦人科じゃなくて、今日は違うの病院です。そうそうそう。婦人科でね、ちょっと血糖が高いって言われてるな。そう。ブラッドシュガー。そうです。それについてちょっと専門の先生に今日は見てもらうっていう日程です。甘いもの食べれるのは辛い。私は甘いものの食べるは大好きです。音が甘いよちょっと甘やかしすぎないように気をつけないと。俺もだいぶ朝晩の冷え込みも強くなってきて、葉っぱがだいぶ落ちてきましたね。ジョージアの病院にしては珍しく受付番号を受け取って、そしてここで今何番か分かるっていう、日本では当たり前ですけどこっちでは画期的なシステム。でもどれ見て、ここはアメリカンホスピタルっていう名前なんですけど、本当に日本の病院みたい。めっちゃ綺麗。そしてここは久々にマスクをしないといけない。あまりめっちゃ久々やな。マスクつけて久々すごい。ここはドアの前にドクターの名前も出てる。今日の病院はどうだった？あ、ちょっと結構時間かかった。待ってる時間、ジョージアだから、うん、他のはまあ大丈夫だった。でも明日また行かなかんねんな。そう、でも明日はめっちゃ長いです。なんかブラッドテストがします。そして3時間ぐらいはそこで待ってる必要です。大変やん。そう、パソコンとスマートフォン持ってて You can work there。そうですね。でも、あれが一番大変。I have to be hungry。あ、ご飯食べたらあかんねんな。Yeah, and after 10 also today, I should not eat anything. And tomorrow, 9 a.m. で I'm going. And 1時までは何も食べれません。だから死ぬと思う。はい、今私たちはマクドナルドにいます。そして、すごい人です。もう満席ですね、ほぼ。ちょっともう食べちゃってますけど、チーズバーガーセット2つで 26.2 ラリ。結構普通に日本より高いですね、うん、たまにはジャンクフードもいいですね、うん、体に悪いけど美味しい、うん、ダブルマックフレッシュだったみたい。同じチーズバーガーかと思ってたら、そう、フレッシュみたい。なんかトマトときゅうりとあれ、まあ、野菜はなんかめっちゃでかいな、うん、こんなん日本にあるかな。初めて見た。ここは人が歩く歩道ですね。そしてこっちは車が走る車道ですね。そしてこれは犬が座る犬道です。これが噂の何でも捨てれるジョージアのゴミ箱のゴミ収集車。あ、日本よりでかいですね、このゴミ収集車。秋めいてきましたな。2月の1日からデューテトリになる。エレベーターが値上げします。なんて書いてる。笑わせんだよ、どうなんかデューテトリがいらない。はい、今日はこのように水が止まっています。いつもは断水の時はインターネットで情報をチェックして、でこの風呂桶に水を溜めるんですけど、今日は不意打ちの断水だったんで、ちょっとペットボトルからこれだけしか溜めることができませんでした。だいたい2週間に1回ぐらい半日水が止まっちゃいますね、こっちは。昨日本当はシチューを作ろうと思ってたんですけれども、ちょっと完全に水が止まってしまっていたので、今朝シチューを作っていきたいと思います。サイとか肉はですね、あらかじめこのように妻が体調いい時にカットしてくれてるので、僕は炒めるというか煮る担当です。日本に住んでる皆さんだったらね、シチューのルー、カレーのルーみたいなのが売ってるんで、あれで作る人が多いと思うんですけど、こっちはああいうものが売ってないので、バターと、あとクリームチーズですね、クリームチーズと、あとは、まあ、小麦粉とか、ジョージアの白ワインとかですね、これを入れて、作っていきます。まずはこのように、バターと鶏肉を一緒に炒めていきましょう。もうこの時点でね、めちゃくちゃいい香りがしています。で、ある程度もう鶏肉チキンにですね、火が通ったなと思ったら、もう野菜もこんな感じで一緒に入れちゃいます。これで10分15分ぐらいですかね、炒めます。で、こんな感じである程度野菜に火が通ったなと思ったら、ダイジェスト1、このジョージアワインを
まあ 200cc ぐらいですからね。こんな感じで入れます。牛乳でいっちゃいます。あとはこれにクリームチーズを溶かします。それからクリームチーズを入れていきます。だいたい半分の 100g ぐらいですかね。結構ふんだんに入れちゃいます。こんな感じで頭の上に落として溶かしていきます。そして最後にブロッコリーとソーセージを入れて、はい、こんな感じでできました。美味しそう、まあ、美味しそうというかもう何回も作ってるんで美味しいことが確定してますけども、はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、めっちゃクリーミーで美味しい。うん、美味しい。熱くなかったよ。熱いと美味しい。そんなに一気に飲んだら感じてきたって。まあ今の分量でできた、まあ4人前ぐらいやな、大体な、うんうん、これが今日終わりますね。夜もちろん2食分ぐらいしかない、2人だった。うん、また日本の木に比べて高いような気がするな。こんな今4階に住んでて4階の高さまである木ってそんないっぱいないと思うねんな、日本って。今日の空かわいいですね。空がかわいい。うん、なんか色がかわいい。雲の形ってこと？あ、違う、あの青の色がかわいい。そんな発想生まれて一回も持ったことないんだけど。雲もすごい早くで動けるじゃない。まあまあ風が強いからな。うん、空の色ってそんな変わってる？多分ね、 like every day, like every season。 うんうん、なんか夏は確かにもうちょっと深い青って感じですね。いやいや、exactly。 今はもっと、うんうん、綺麗な、目が痛い、明るい。まあなんか I am spending time with you、うん、How Asian eyes strong, I felt so much。 で、Asian eye でもじゃなくて、ダークコロライストロング、うん、それでサングラスすればいいのにサングラス嫌いやねんな。美味しかったか？めっちゃ美味しかった。まだ食べる、多分1時間、2時間ぐらいに。そんなに早く夜じゃなくて。今もとっても食べたいけど、まあすごいお腹いっぱいです。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はごめんなさい、私の顔を見せてくれなかった。ガチャガチャ。今日もですね、リシレイクに来ています。そして、私たちはこのドーナツ、ピシカという、ドーナツを買いました。1個30テトリでした。10個3ラン。まあ前にちょっと自然のあるこのリシコに来て、まあ前は結構楽しかったな。そう、うん、そして人が少なかった。今日はやばい、うん、今日は人で溢れ返っています。まあ今日は日曜日でね、しかも4時ぐらいなんで、こういうところに人が来る時間帯ではあるので、それでかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこの前回ったルートと反対側から半周していって、今日とこの前で一周を完成させたいと思います。今日はチャーハン持ってきてない。うん、悲しい。ちょっとお腹空いてる。チャーハンになくて寂しい。アイナ、チャーハンになくて寂しい。あ、ちょうどウクライナの国旗も俺の横に見える。うん、今妻がバーガーをオーダーして待ってるんですけど、なんかこれ買う時もそうやったし、今バーガーをオーダーする時もそうやったし、俺たちの前後はロシア人だったね。みんなやばいな、本当に本当に。なんかあのこの前のビデオでナノがロシア語しか聞こえてこへんって言ってたけど、まあそれはさすがに言い過ぎやけど、でも聞こえてくるの半々ぐらいって言っても過言じゃないと思う、うん、ロシア語とジョージア語。俺もサーファーの顔。そうそう、半分半分です。はい、ハンバーガーが来ました。まあ、結構美味しそうですね。いやー、こんなにハンバーガー待ったの初めて。モーザン30 minutes。 Yeah, it was like 50 maybe, I guess. 50? ぐらいです。だから1 hour ぐらい待ったね。うん、まあでも美味しそうや。しかも俺ら別にそんな急いでへんし。食べちゃってください。食べる。楽しみ。いただきました。あ、すごい、見て。すごいジュースが出てる。水。
でも1個でよかったかも、うん、2個頼んでたら多分3セットまで買ってた。 Every customer has complained about it's too late。 まあ普通ねハンバーガー頼んだらまあ遅くても20分ぐらいには来るかなと思うんですけど、まあちょっと遅かったから、うん、まあバーガー自体は美味しいですよ、うん、今日はハンバーガーを待ったりアイス食べてたりしたら日没までかかりました。でも日没もサンセットも綺麗ですね。今日は妻の何ヶ月検診、7ヶ月と1週間ぐらい、7ヶ月検診でちょっと病院に行きたいと思います。すごいでかいになった、うん、になった。今は1キロと700です、うんうん、だから私のバッドシュガーはハイだった、うん、そんな時はベイビーはめちゃでかいになってる、うん、そしてこれはなんか写真がもらったプロファイルの写真、うん、そして彼女が言ってたあの鼻の比べて口がもっとでかいこれでマイジェネティクス、あなたのジェネティクスですね。絶対にあのお父さんに似てるで言ってた。うん、私は全然ない。ちょっと心配だな、それは。なんで？なんて可愛いよ。そして鼻もすっごい小さいです。めっちゃ小さい鼻。うん、かわいそう。そう、これ見て、これ、あ、フォーヘッド。これは鼻とこれはこっち。ポーズはこうやって。顔が見えなかった。手がこうやってだった。足もここにあった。一個足。おもろいポーズだったな。心配です。何ストップがいいかも。今日は病院終わった後にちょっとご飯を食べに来ました。結構やっぱジョージアのレストランはセンスがいいレストランが多いっすね。はい、日本人の友達を待ってます。私ね、ちょっとあのタクシーカーでロード長すぎた、だからめっちゃやばい車でした。そう、なんか朝にちょっと父親と電話してて、体調が悪かったみたいで病院に行ってたんですけど、うち、父親と猫がね、あの2人暮らししてるんですけど、なんかあの妻は途中から会話に入ってきて、で父が体調悪そうにしてたら猫がこうあの寄り添ってきてくれたっていうのを全く逆に勘違いしてて、猫が体調悪そうにしてたのを父が看病してると思ってたみたいで、なんか医者にあの結構もうあの年だからみたいなことを言われたって言ったら、妻がいや You are old だからなってでも私は猫と思った。猫も結構すごい20歳です。猫だからやばいめっちゃなんか恥ずかしかった本当に猫の話と思ったそうそう、内臓とかもなんかいつオールドだからなそうそうまあ古いからな、こうやって言ってた、まあ、古いからないきなり父に対してなんかまあ古いからなって結構ダイレクトに言うなと思ったら、妻は猫のことと勘違いしたみたいであれ合わせたら面白いな。あの父も爆笑してためっちゃ面白い。まあ古いことに変わりないけど、うちの親父ももう60超えてるし。 What's your fish combo? はい、シーザーサラダ with ベビーが来ました。そしてこれは僕が頼んだスパゲティです。カルボナーラ、あんまりクリーミーじゃなさそう。ポークのブリト、はい、ポークブリトーが来ました。結構中身びっしり詰まってますね。ポークリトです美味しそう。皿も可愛い、うん、はい、そしてこれがフィラデルフィアロール、海外の寿司って感じですね。自
リカジョージアンだったら、うん、私たちも合わないとあんまりなんかクリーミーじゃないけど結構美味しい。ずっと小さいの時からめっちゃ違うの頭に持ってきたりしたから、いつもなんか外国のものがもっと好きだったとか、麺とうまみがこうやってめっちゃカルボナーラを食べたい時にこれを食べたらちょっとカルボナーラ感が少ないからあんまり満足できないけど、これはこれで新しい料理だと思ったら全然美味しい。あ、美味しかった。結構食べてこの値段、まあ、あんまり日本と変わらないですね。猫はめっちゃでかくなってきましたね、冬毛になって。私と同じ、丸い顔じゃない。ジョージアは治安がいいので、こういう ATM と ATM の間にこうセパレートがないんですよね、パーテーションが。だから暗証番号とかこうやって後ろから見られたい放題。はい、今妻は新しいブラジャーを探しています。ちょっと妊娠でおっぱいがめちゃくちゃ大きくなりました。だから今のブラがもう使えません。若干ね、男性にとってはこの下着屋にいるっていうのは自分自身は別にあんまり不快じゃないですけど、他の女性の客に申し訳ない気持ちになりますよね。ここはジョージアのデザインショップで、これは子供用の子供服なんですけど、ジョージアの伝統衣装のチョハみたいに、ここにあれやんな、玉を。そうそうそう、これは女の子のおつもあるから。これはルーマンチカラー。そう、かわいいな。かわいいな。今夜の7時半なんですけど、映画館の前がすごい行列です。そんなたくさん人初めて見た。まあ映画館だけじゃなくてどこも結構人が多いんですけど、はい、今バブルティーというタピオカのドリンクのお店を見つけました。ここでちょっとタピオカドリンクを買いたいと思います。日本ではね、結構右も左もタピオカブームでタピオカのドリンクがめっちゃあったと思うんですけど、ジョージアが珍しい。めっちゃ初めて見た。来たらー、来たー。で、12ラリでも結構少ないやつ。ほんまやな、もっと普通もっと入ってんねんけど。ドバイで買ったやつは小役だった。どう？なんかめっちゃコーヒーの味する。あれにしたらバニラにした方が良かったんじゃないかな。そうだね。でもまあ美味しいよ。でもこの黒いやつもドバイで買った時は It was very easy to chew it。 これはめっちゃ硬い。硬いな。そうなんだ。